毎日思い出に、イい、キン TV の意識です。こんにちは。2023年1月の10日の動画2期となります。今日はね、サクッといきたいと思います。はい、えっ、ー、と、パソコンの、えー、会社で使ったパソコンなんですけども、えー、とデュアルディスプレイがありまして、えーと、デュアルディスプレイっていうのは、えっ、ー、と、2画面ですね。はい。2画面で、えっ、ー、と、パソコン、えっ、ー、と、ここにあるパソコンに、えっ、ー、と、 ケーブルといいうかをつないでこっちのモニターの方にも、えー、同じ画面を表示するみたいなことができる、まあ、別の画面同士もできるんですけどもそんな感じで、えー、と会社で、ね、あるやつをこんなでっかいディスプレイに、えー、使いながらこうやって見てやってるんですけども、えー、とその、ね、デュアルディスプレイでっかいほど、ねえー、手元にあるパソコン、えー、の画面の明るさは、ね、こっちで調節できるんですけどもなんかこっちの えーとモニターの方のデスクトップの方のディスプレイの明るさがね画面の明るさが何、ね、かでうまく調整できなくてですねずっとこうめちゃくちゃ、えー、とデフォルトの状態で明るいんですよね。だからすごくそれが なんか目に、えー、来てですね、かなり、えー、とダメージというかなんかあ眩しいなぁと思いながらいつもやっててですね、それで、あのー、10日はね、なんとかしてこれを、えー、調整できないかと思っていろいろね、えー、設定のところいじってみたりとか、えっ、ー、と、ググってみたりとかしてね、えーと、やり方をね、探してたんですけど、なんかね、みあん見つからなくてですね、えー、これはちょっとあのー、 ないのかなということでですねちょっと、えー、半ば諦めている状態の、えー、投下でしたはいでそうですねなんかその同期の方に聞いてもなかなかうまく、えー、解決策が見当たらなくてですねちょっとえっ、ー、とあれだだったなと思いましたはいでそうですねなんか、まあ、理想はその デスクトップの方に、えー、とポチポチ押せる画面明るさ調整ボタンみたいなのがあってそこでさ、えー、押すと簡単に下がるみたいなねディスプレイの方は、えー、っていうのがね、えー、とすごく、えー、理想だなとは思ったんですけどもなどうやらねそういうのはないようなので、えー、ちょっともう少しえっ、ー、と 傑作ね画面の明るさを調節する方法いやー本当にねググっても出てこなかったんですよねはい、えー、なのであの探し方が悪いのか分かんないんですけどもちょっと引き続き、えー、調査していきたいなと思いますというそういうなんかどうでもいい今日も話でしたははいいではありがとうございましたババイバイ